太陽チャンネル。はい、皆さんこんにちは。太陽チャンネルのパパと。はい。今日はね、ちょっと4人で動画撮ってます。太陽ね、今ゲームやってるね。で、今日はね、何を紹介するかというと、これね、ドンキホーテさんの鬼滅の刃お楽しみスペシャルバックだそうです。すげえ。本当に本店限定で、セット内容が合計5955円相当が5000円、約1000円引きってことで、なんかこのポップって持って帰ってきていいやつなん、これ。でもそこら中にペタペタ貼ってあったから、で1回系で5000円以上買った人に、なんか鬼滅の刃の T シャツを送れるって。すごないか、まさかこんなのがもらえるとは思わなかった。1900円とか2000円ぐらいするんですか。高っ。3000円。そうそうそう、うん、まいただいちゃいます。何が入ってんのか、はい、1個ずつ出してね。でもしかすると全国のドン・キホーテさんの方でなんかその店舗限定のお楽しみ袋やってる可能性があるね。1人だけ覗くな。はい、はい、じゃあ1個ね、なんちゃんがまず1個目。じゃじゃん。あ、そういうことな。そういうことだ。優しく。うん。こら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 。何ですか？こら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 。こうタオルだ。これ何これ？シールとアクリルスタンド。アクリルスタンドだ。全員のアクリルスタンド。あ、ぽいぞ。ねずこのステッカー。かわいいね。あ、そしてタオル。短いな。で、これがコースターだって。コースター結構しっかりしたやつじゃない。つばさん、それ開けてみて。これなんだ、でかいな。あ、太陽、開けてみて。お、すごいこれ、すげえこれ、ほら、うん。それが T シャツ、サイズはフリーサイズ。あ、あ、富岡さんや。まだ元気じゃないんだ。なんで？その統一しないところが使えない。そうやな、ランダムに入れてる可能性もあるよな。いいじゃん。ヘロリンチョだな。寝るときにね。はい。キャラ。あー、すごい。でも、これで5000円か。まあまあ、でも楽しかったね。まあまあ、っていう内容でした。まあもし、あなたの近くのドン・キホーテで売られたら、まあ、これを参考に買ってみてはいかがでしょうか、はい、そして実はね、先日、太陽パパとママが鬼滅の刃のね、映画無限列車見に行ってきました。見に行った場所がもう、あの、なんだろう、特典がね、うん、それもその特典もなかったし、あとグッズもほとんど売り切れ、あの人形もほとんど猪之助しかなかったな。で、その中でも買ったのがこちらの煉獄さんのランチョンマット。お母さんはこれ狙いだったの。うん、これいいよな。で、お父さんが最後買っちゃえってきたのがこちらパンフレットの豪華版、はい、こちらね、CD が入ってるから、はい、ね、あれ結構良かったよな。もうすごい妄想が、あまりネタバレになっちゃうから、情景が浮かんでくる、うん、そうそうそう、あまり言えないけどね。まあ、とにかくね、映画はね、ほとんどの人見てるか、見てると思う。うんうん、太陽パパが映画を見て歴史上1位か2位ぐらい泣いたな。前回泣いたのはもう何年も前のタイタニックだからね。映画館で腹筋が笑い始めて泣くのを我慢して、声が出そうになって我慢した。そして途中から目をつぶったという。もうちょっと忘れてた。これって結構前に予約したやつじゃないの。鬼滅たまごっち今日届きました。懐かしい。まだ学生の時はもうたまごっちって。はい、ということで最初の2人いなくなっちゃったね。まあ、こんな感じですよ。だから翼とかランちゃんはね、まだ映画には、ね、連れていけれないんですよ、ね、太陽は行くと、うん、またタイミング合えば太陽行きましょう。ということで太陽チャンネルでした。バイバーイ。うまい。